久保さん。まあ今まで僕はいろんな商品売ってきましたけど、まあたい終わってますね。販売する前に販売は終わってるっていうね <laughs>。お前はすでに死んでいるにしましょうか <laughs>。そう。まあんですかね。うーん。例えば、プロポーズにしてもね、そのプロポーズが成功するかしないかって、その前段階である程度決まってるじゃないですか。じゃあその前段階が何もない。 渋谷のスクランブル交差点で結婚してください。この成功する確率は何パーですかおそらく限りなくゼロパーに近いと思いますね。一目惚れしました。結婚してください。渋谷のスクランブル交差点でね、行き来会う女性の方にね、一目惚れしました。結婚してください。いいですよって言って <laughs> そ、そのまま市役所行く人って、役所行く人いますまあ、いないですね。多分僕ゼロパーだと思いますよ。 うんまあ、100歩譲って、100歩譲って、お茶はある、お茶とかはあるかもしれないですよね。お茶は。ちょっと一緒にお茶しませんみたいな。お茶しませんが古いかもしれないですけどね。昭和かもしれないですけど。<laughs> ね、LINE 交換しませんはまだあり得るかもしれないですけど、結婚はないでしょうね。うん、いってらっしゃい。